ケブカミジンコ科は、甲殻類エラーシズナ双角木に属する微小な動物の一群である。いわゆるミジンコの類ではあるが、プランクトンとして生活しておらず、水草の間や、中には、泥の中を潜るようにして生活するものもある。小型種が多いこともあり、目にすることの少ない動物である。名前は、廃校の周辺に毛が多数並んでいるものが多い、ことによる、 いわゆるジンコであり、外形は標準的なものである。頭部の前側はやや突出して短い糞となっている。その先端によく発達した第一触角があるが、ゾウミジンコカとは異なりその基部がはっきりとくびれており、可動性。複眼は大きく発達、単眼は第一触角の基部近くに位置する。背後は卵円形等、やや左右から扁平。 覆面側の円に沿って多数の毛が一面に並んでいる。殻の中の体の末端部は幅が広くなっているのが多い。また、銅の内部で蝶がくねっていたり一回り輪を作っていたりするものがある。浅い淡水域に生息する。水草の間などに生息するため、普通のプランクトン採集法では取れないことが多い。不透け深み人口は、 泥の中に潜っており、その内部を移動して生活する。遊泳用の触覚も素早く描いて、泳ぐのではなく、ゆっくり動かして、泥をかき分けるように動かすのが見られる。以下のご族がある。ケブカミジンコカマクロゼライシデイ。ありがとうございます。